いてててやだやばい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 死ぬ死ぬ死ぬ。Have a nice day. 久しぶりに実況動画を撮ることになりました。ひなわじんでございます。雑。それは雑。ああ、なるほどね。一人じゃ追い切れなくなっちゃったから。ってことか。ああ、どんどんちっちゃくなっていく。仕事しすぎだろ。そんないねえだろ。なんで敵対してるのかわかんないんだけど。自分で始めた物語じゃないのか。ブラッドがまともなスクリーニングもしないまま、すべての魂を入れてしまったのです。まあ、要は適当に殺して魂を集めちゃってるわけね。それは CEO の適当な召喚術のせいじゃないわかんないけど。悲劇のソローズと話をしていただきませんか。なるほど。そういうストーリーなんね。左下の、キモいな。バッツジャンプ。結構高く飛びますね。上出来だ、バス。ボスに対しての態度がなってないんじゃないか。可愛らしい。四角で攻撃。かっこいいね、動きが。結構機動力は高いですね。四角と、三？ああ、こういうことなの。昇竜拳みたいなのがある。武器をゲット。マントのウォームアップ、最適だぜ。えい！ベハンマモス。ベヒンモスってこと？重い攻撃。雑魚戦か？おらおらおら、あおら。弱い。よいしょ。ドン。あ、一撃100ダメージだから結構高いな。よいしょ。やべ。よいしょ。あれゼロ攻撃か。痛い。痛い痛い痛い。L2 を長押し、それから3。あ、なるほどね。必殺技みたいなのもあるんだ。今見たけど、デフォルメでもキモいな、あいつ。ほら。なんだ。ほら。金塊。あ、ザーコ戦隊。でかいの。まあ、空中にいるのは厄介だ。いったい！よしよしよし。なんだ、手裏剣！嵐の区内。鋭い小刀を大量に放つ。取る。まあ、そうなるよね。てか、疾走度使ってなかったから、使えばいいか。使ってみよう。疾走度。ほら！ああ、なるほどね。こういう軌道か。人事部オシス、TO 社。はーい。TO 社がボスかな。おしゃれだね。使ってみよう。ほら。おー、飛び道具はいいですね。そんなに強いかって言われると、多分そんなに強くはないんだろうけど。いや、でも、強い。使いやすい、非常に。落ちる攻撃もあるかな。おお、これで攻撃もできるんだ。2回攻撃。何これ。あ、そういうのもあるんだ。いろいろアクションがあって楽しいですね。お、なんだ、こんにちは。 R1 話す。メシタよ、アーシャ。従業員に攻撃すると会社の費用を圧迫します。その点は下っ端の手先でも同様ですな。そこで役立つのが呪いです。ご覧あれ。あ。
あー、ボーナスを選択。なるほど、これで強化するんだ。回復取りてえけど、今回はアクションいっぱい見たいので、後期なら先行取ってみますか。ほい、ティノリン。代わりに天才のひらめきを進めましたか。それでうまくいきますよ。いいですね、雰囲気がいい、非常に。そしてロードも早い。敵がいない。おお。ああ、攻撃してる、してる。これはいいんじゃないですか。強い。なるほど、なるほど。追撃得られたのはでかいな。金塊が何に使うのかわかんないけど。いや、金塊もお金も何に使うのかわかんないけど、まあいいね。お、何これ。プレミアムヒールか。ほうほうほう。まあ、使えるとき、L1 で使えばいいか。ホローナイトみたいに、溜めが必要ってわけでもなさそうだし。どっちかに行けってこと？装備装甲。ビタマナン部門。あー、回復できそう。回復できそうだな。でも回復しなくていいか。プレミアムヒールあったし。装備行こう。なるほど。ここで分岐点がある。赤い。いでそんなに。おらららら、なんだ今、なんか出たぞ。結構減ったな。何これ。喉が渇いた。吸血属性を獲得。吸血属性ってあれかな、吸い取るのかな。ああ、吸い取る吸い取る、いいね。これも、ああ、吸い取れるのは、黒だけ、黒い、まあ、白ゲージだな、いわゆるな。お、なにこれ。トラブルクロス。二つの破壊光線を互いに交差させて目の前に撃つ。色で強さというか、レア度があるんだろう。多分これはレアでしょ。どの武器を売りますか。ああ、なるほどね。ああ、やっぱり、緑より青の方が高い。疾走度売らない、売ってやるか。よしよし。まあ、ガチャってみるか。ほい。何これ。プリズムミューン、バケーションクーポン。リビリズスカルズを取りましょう。あ、売店に新しいアイテムスロットを開放しようで、これを使うのか。さっきのガチャみたいなやつを。あー、なるほどね。それは知らんなんだ。で、セキュリティステーション、ブラッド。いよいよ、ボスですね。やっていきましょう。永遠の昼。あ、サバンナ、ブラッド、この地獄の様子は何だ。こんなにたくさんの魂が一体なぜ。てめえには関係ねえだろ。次は誰だよ、お前。ミイラみたいなじいさんずらしてよ。社長の顔もわかんねえのか。ああ、なるほど。プロレス技か。弱いな。さすがに。痛い痛い。強っ。ちょっと待って。強くない？君。なになになに。あー、なるほどね。使うか。くらえ！スババ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 。あ、そうそう、ボス気づきませんでした。ごめんってことで。ぶっ殺してやる。持ち場に戻れ。到着する魂を整理しろ。早く。がっかり。上司に狙われてムカついてたら、あ、リツイート。携帯を触るんじゃない。いいですね、コミカルでね。おお、あ、まともになったってこと。あ、なるほどね。面白いですね。いいですね。非常にコミカルで。俺、こういうの好きなんだよな。お、なんだこれ。体力増強。いいですね。このボーナスには呪いがついてくる。やだ。それなら普通にダッシュのクールダウンな。めちゃくちゃ強いもんな、ダッシュかな。急げ急げ。
なんか変わったところに来ましたけど、休憩室、冷蔵庫は空になったらそれでまで終わり。うん、つまり俺が使ったらそれまでってことか。熟成しすぎたチーズプラス5分間防御力 10% じゃない、10か。あー、5分間ね。ソウルリーと引き換えにアニマを得る、値上がりに注意。あー、そういうのもあるんだね。アニマもらって回復するか。購入は高い、一気に40になった。産業汚染部門、わー汚ねえところだ。なんだこれ、なんだこいつ。強いな、痛い。ほら、これって四角で全体切り刻みみたいなのやったけど、三角と丸で違った攻撃が出るのかな。なるほど、ビタマナ部門、プリズミウム保管庫、マントの店。マントの店、何マントの店って。行ってみるか。お、なーにこれ、天球の弓、典型の弓、前方にまっすぐ致命の矢を放つ。使い勝手良さそうですね。こっちにしてみるか。うわー、狭くね。ちょ、それはわからん、それはわからん。危ない。あ、いい、使ってみよう。三角、ビビ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 ビ、おー、いいですね。ほら、マジで簡単にたまるな。おー、いいね、はい、ありがたい。呪いついてるけど、なんだろう呪いって。それも人生よ。えい、何これ、ミニオンズダメージにプラ4。あー、敵プラ4ね、はいはい。売店の価格がステージクリアまで 15% 上昇し続ける。いいよ別に、こっちにしようぜ。し直す。売店あるかどうかもわかんねえし、そもそもな。ほい、あったー。あったー。あるな、逆に。呪いもいただこう。ほう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 。イケイケでいきたい。鮮血の波がどんなもんなのか見てみたいな。ソローズのオフィス、G ・グライムス。ボス戦、どうかな？結構一撃が重いイメージだけど、そんなに動きとしては強くないと思いたいな。なんだ、この音楽は。わ、でかい。泥だ。ミーティングをよくも邪魔してくれたな。お前のような輩に絡まれると吐きそうになる。では、聖者の世界におけるお前の略奪計画について話し合うのはどうだ。お前のブーマンは本当に最悪だぞ、グライムス。この、ミスター・グライムスと呼べ。惨めな骸骨野郎めが。社長だっつって。ない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 、なんかすごいことやってる。ほら、使え、あー、しまった。でかい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 。危ない。え、でででいってでいっていって、マジでいって。いったいったい、マジか。これはジャンプで避けるべき。ほら、くらえ。よしよしよし、なんだ、第二段階か。あ、そんな変わらん。わあ、あぶね。やばいやばいやばい。
よしよしよし。よし、あと少し。焦らず。おらー、よし。あぶねえ。ギリギリだった。すまんな、よく聞こえなかった。けがらわしいヘドロが耳に詰まってしまったのでな。もう一度言ってくれるか。これからはよりクリーンに仕事をしよう。偉大なる死神を約束だ。我が心と希望にかけて。やめろ。ただでさえ最悪なこの惑星の惨状にお前の堕落で輪をかけてくれるな。消えちゃった。かわいそう。まあ、これはモスラの敵でいいでしょう。なんか強そうだし。いやー、かなり強くなったんじゃないですか、死神くん。CEO。あー、怪我は回復したい。めっちゃ回復できるやん。どうなるんだ？何これ。あー、2個になったってこと？嬉しい。嬉しい。本当か？これ、ガチャじゃね？次どうなるんだろう。ちょっと無駄に消費してしまおう。ああ、まあ、お金にもなるってことね。はいはいはい、わかりました。さすがに1個は取っときたいな。身体疾患部門。次の赤の呪いをアップグレード。依存症部門。緑の呪いをアップグレード。じゃあ、依存症部門でいきましょう。うわあ、なんか、詰まってるぞ。いやいや、すごいことになってんだろう。何これ？なんかいいな。なんかいいな。わあ、なんだそれ。わあわあわあ、よしよしよし。なにこれ、なにこれ、なにこれ。痛い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 。やだ、やばい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 、死ぬ死ぬ死ぬ。やばいやばいやばい、これはやばい。あぶねえ。もう限界です。さすがにしんどい。もうその前に敵が出たらおしまいですけどね。おしまいなんですけど。おらら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 。あー、死んだー。ご冥食をお祈りします。いやー、入手した金塊、めっちゃもらえるけど。合計業績評価840、入手した金塊185。これがいいのかどうかはわかりませんが、まあ、2面まで行けたから、まあでももうちょっと行きたかったな。もうちょっと行きたかった。せめて3面クリアぐらいまでは行きたかったね。レベル。基本アニマありでゲームあるし。出血呪いを永久に解除。休憩室に行ける可能性あり。ブラッドのセキュリティステーション直行のエレベーターをアンロック。Welcome to the afterlife. いいですね。ちょっとここら辺買ってみるか。シェイクスピア。売り切れ。スレイモン。売り切れ。ということで、Have a nice day. 1回目の挑戦は、3面に突入した途端に死にましたということで。いやーでも、なかなか面白いっていうか、面白かった、非常に。操作性も抜群にいいし、難易度も高めでいいですね。今すーげー裏返ったな、声が。非常に質の高いローグライトゲーなんじゃないでしょうか。これは面白いぞ。ぜひ皆さん、買って遊んでみてください。これ面白いと思います、非常に。質が高い。何もかもの質が高いので、ぜひやってみてください。それじゃあ、ひなうちんでした。お疲れ、チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ。